リフティングボディ、リフティングボディは極超音速での巡航を前提とした航空機内視はスペースプレーン等のような大気中を飛行することがある一部の宇宙機に使われる機体を支える揚力を生み出すように空気力学的に工夫された形状を有する動態のことである。1000音速から超音速域での飛行時に特に大きな効力発生源となる。 通常の固定翼機型の翼を廃し、その分必要になる不要力を胴体から賄うために利用されることが多く、1960年代に開発されたアメリカの実験機 M2 シリーズや X-24 などが本形態を採用した代表的機体である。リフティングボディとは機体全体で揚力を得られるような形状にした機体である。機体の一部が盛り上がった形状を取る。 一般に高速で軽量なものほど流線型に近くなり低速で重量があるものほどずんぐりした形状になりやすい。固定翼機では胴体に取り付けられた翼、主翼によって大部分の不要力を生み出しているが、この翼は揚力発生機構であると同時に最大の効力発生源でもある。特に有力型宇宙王機、スペースシャトル等において 機関時の滑空には大きな揚力を生む広い翼が必要であるものの、打ち上げの加速時には翼は非常に邪魔な存在となる。なぜなら大気圏中における高速飛行時には空気抵抗と断熱圧縮によって尖った形状の部位に局所的な応力及び熱が集中するからであり、胴体から飛び出した翼には特に大きな負荷がかかり、それが機体の致命的な損傷を招く。 可能性もある。そのような事情により、翼をより小さく、できればなくしたいというモチベーションが生まれ、リフティングボディの研究の素地となってきた。一般的に流体中に置かれた物体には、それが、どのような形状であってもある程度の揚力が発生するが、流体力学的になん工夫されていない形状では、揚力に比して効力が大きく、 その物体を浮揚させるだけの揚力を得ることは困難である。そこで、リフティングボディでは胴体を滑らかに、なるべく丸く成形することで効力を可能な限り減少させ、かつ積極的に揚力を生み出すような形状、一種の翼型にまとめている。このような工夫によって極力翼を小さくし、揚力と効力の妥協を図っている。ただしリフティングボディは、一定の速度、 低速時においては、揚力発生効果は小さく、効力の方が大きい。これは、効力の一部である。誘導効力は、欲腹荷重の事情に比例するためである。つまり幅の小さい形状の物体は、誘導効力が大きく、引いては揚力に比べて効力が大きくなる。固定翼機の主翼が、横幅が広い形状であるのは、このためである。しかしながら、 高力に占める誘導効力の割合は、高速になればなるほど減少する。超音速領域においては、その他の原因で生じる効力が非常に大きく、誘導効力は無視して良い。一方で、揚力は速度の事情に比例するため、高速になればなるほど、揚力発生に特化した形状でなくても、大きな揚力を発生できることになる。よって、超音速や、 極超音速といった特殊環境下では、リフティングボディは発生効力の小ささゆえにむしろ通常の翼の性能を上回り、機体を支えるのに十分な揚力を供給することができる、ウェイブラダー。以上のようなコンセプトにより、特に胴体だけの機体を指すこともあるが、それなりに大きな翼を持っていても、揚力を目的とした大型の胴体を持つ機は、 リフティングボディ機に含めることもある。なお、機体全体が翼、薄き翼となっている。全翼機とはその形態や応用目的の違いから区別されることが多い。また近年提唱されているブレンデッドウィングボディ、略称 BWB と一見共通する部分もあるが、両概念の提唱や実証を行っている NASA やアメリカ空軍ではそれらを別個のものとして扱っている。 最初期に現れたリフティングボディ機はアメリカの航空機設計家ヴィンセントブルネリが1921年に開発した RB-1 である。RB-1 は胴体幅が広く、その基軸に沿った銃弾面が分厚い翼型をしている稲が観の副容機であり、胴体で発生する揚力が機体の不要に貢献する設計となっていた。 以後もブルネリは同様の航空機を設計したが、その多くは必要となる不要力の半分程度を胴体で発生さるというものであった。ただしブルネリの設計は口実する NASA の実験機のように高速性を狙ったものではなく、不要力の増大による効率の改善と搭載量の増加を意図したものであり、それは現代の BWB に通じるものであった。 リフティングボディがその競技の概念と代表的な形態を確立するのは1950年代に本格的な宇宙開発が開始された後のことである。当時の宇宙船は大気圏への再突入時に滑空性と操打性が考慮されていないカプセル型のものであったが、1950年代半ばに中、NASA の前身のエームズ研究所が通常の飛行機と同様の着陸によって基地へ、 帰還できるような宇宙船の発案を行い、リフティングボディの概念が形成されることとなった。エ m s ムズ研究所の案を初めて実行に移したのは、ドライデン飛行研究所のデールリード、デールリード率いるチームであり、1962年から機体の試作を行った。そうして、翌1963年、外飛に合板を使ったグライダーである M2F1 が完成し、自動車や 輸送機に栄光されて、空力特性のテストが行われた。さらに同年、M2F1 で得られたデータをもとに大出力、ロケットエンジン XLR-11 を搭載した全金属製の後継機、M2F2 の製作が開始され、1966年にノースロップの手によって完成し、B-52 に喧嘩されて、空中分離、滑空試験が行われた。 この M2F2 は1967年に着陸事故を起こしてひどく損傷したものの、事故の教訓から、機体後部中央に垂直安定板を新設した M2F3 として生まれ変わり、より安定性の高い機体となったことが確かめられた。また、同時期に NASA のラングレー研究所が設計し、ノースロップが製造した HL-10 は1970年に、 有人リフティングボディ機の最高速度、高度、約2万7000メートルで、マッハ1.86を記録した。一方、1960年代末から1970年代初頭に、NASA とアメリカ空軍の共同で、M2 シリーズをもとに開発された、大気圏再突入研究用の実験機 X-23、高速試験用の無人機及び、X、X-24、 低速限用の有人機は、スペースシャトル開発やその後の X プレインにつながる、有用なデータを残した。さらに比較的最近では1997年に、スケールドコンポジッツにより製作された、宇宙ステーションからの上員機関機、クルーリターンビヒクル、略称、CRV のテストモデルである、X、X-38 も X-24 と、同様のフティングボディを採用し、 パラシュートとパラホイル、パラグライダーと同様を使った安全な滑空と着陸の試験のために使用されていた。実はこれに先立つ1990年頃にも同様のコンセプトのもとに HL-20 というリフティングボディ機が計画されフルスケールの機体モデルを用いた乗員の乗降テストや居住性に関する調査が行われている。また、単弾式宇宙を換気。 スストの要素技術の一つであるスクラムジェットエンジンを備えた無人高速実験機 X-43 もリフティングボディ形態であり2001年から試験を行い2004年にはマッハ9.8を記録した。また、NASA は民間企業に対して出資している ISS への上院輸送機開発計画である商業上院輸送開発 C シ d i ルにおいては シエラ・ネバダ・コーポレーションが2013年に試験機を完成させたドームチェイサーやオービタルサイエンシズが2010年に提案したプロメテウスなどの HL-20 を基礎としたリフティングボディの宇宙王換機が提案された。このほか、アメリカ以外の国の宇宙王換機の設計案にもリフティングボディが取り入れられることが多く、例として計画中止となった。 ロシアのクリーペルや2007年現在開発が進行中の欧州宇宙機のホッパーがある。また1990年代初頭にアメリカの航空技術者バーナビー・ウェインファン、バーナビー・ウェインファンにより開発されたホームビルト飛行機のファセットモービルや2007年現在ドイツで開発中の水素燃料を用いた複雑ジェット機スマートフィッシュなどがリフティングボディ機として言及されている。 リフティングボディには記述のように翼による効力を減少させる効果が第一にあるが、応力や熱に弱い薄翼をなくすことで機体の剛性を高めることができるという利点もある。一方、通常の固定翼機に比べて、機体の安定性は悪く、特に低速域では気流が剥離することによる失速が起こりやすくなっている。この安定性の不足のために m 二 f には、 着陸事故を起こし、それを受けて、M2F3 では、横方向の安定性を高めるために、機体中央後部に垂直安定板が追加された。また、HL-10 や X-24 も、機体中央後部に安定板を有し、さらに機体左右後部の垂直安定板を、機体の外側に向けて傾けることで安定性の改善を図っていた。全翼機は、 機体全体を翼とすることで、円筒形の胴体や尾翼による効力及びその重量をなくして高効率を目指した形態である。一方のリフティングボディ機は胴体で積極的に揚力を生み出し通常翼配した分の効力低減により高速性を重視した機体である。胴体と翼の区別をなくした機体という意味では、両者は共通しており、機体が翼だけ、機体が 胴体だけという、翼と胴体の言葉の違いだけ、とも見える。しかしながら、リフティングボディと前翼機は、翼と胴体という単なる言葉にとどまらない違いがある。それは前述の横幅荷重と陽光比の関係を考察すれば理解できる。つまり前翼機は、横幅が広い形状であれば、陽光比が大きくなる、青速領域に最適化し、機体全体を 横幅の広い形状にした航空機である。一方のリフティングボディは横幅の広さが陽光比とは関係しない超音速領域以上に最適化し横幅を切り詰めたそのため翼を排した航空機ということになる。よって主に全翼機は大気圏中で一般的に適用される速度域、音速以下を想定しておりその効率 燃費の良さやステルス性を生かした大型機、爆撃機として、アメリカを中心に研究開発が割れてきた権威がある。一方、競技のリフティングボディは主に音速以上で飛行する、航空機の機体にかかる負荷を減らし、十分な滑空性を持たせるために利用されてきた。しかし、両者とも、機体面の広い領域で有効な不要力を発生しているという点では、共通している。 そして全翼機とリフティングボディの中間とも言える存在としてブレンデッドウィングボディという概念が存在する。ブレンデッドウィングボディとは翼と胴体の境界をなくし一体的に成形することである。このことによって行角を大きく取った際に胴体も翼と同様の効果を示す。これにより実質上翼面積を増やすのと同等の効果を得た全翼機に近い存在である。 逆に言えば、胴体が翼の働きをする分、翼面積を節約したリフティングボディに近い存在である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。